こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ダイヤプロレスリングワールド、ファイアープロレスリングワールド始めていきたいと思います。今タッグマッチをやってます。デンジャースニーキック、今テストプレイやってたところです。今回、まあ、あの マットを見ればな、大体想像がつくんですが、今回ですね、前回までは獣神サンダーライガーの試合をやってたんですが、今回はプロレスリングノアが9月16日に大阪で、大阪府立イディオンアリーナですね、第一でですね、ビッグマッチが行われることになりました。まあGHC ヘビーはないんですが、おそらく GHC ヘビーの、次期王座の挑戦をかけた、N1 ビクトリーというリーグ戦を今やっておりまして、その、リーグ戦の決勝戦がメインとおそらくなります。さらにですね、これ見てもらうと分かる通り、結構セミ以下の、選手の、登場が豪華となっておりまして、これですね、まず第1試合、ノアの期待の若手稲村になんと藤田和幸が、やってきてシングルを挑みます。それからですね、 IPG ジュニアヘビー級選手権試合、ノアのジュニアですね、こちらが、原田対小峠の、まあ、元大阪プロレス対決ですね。それから、小川鈴木リッチエもなかなか、レスリングというか総格、いろんな格闘技を習ったいい、ジュニア若手選手なんですが、そこに桜庭大原、野沢論外がやってく、まあ野沢論外がなんかルートを作ってるんだろうなと思うんですけど、こちらはスペシャル6人タッグとか、あ、そうだ、ジュニアヘビーは GHC も残っていて、それが早田と陽平、そしてですね、スペシャル6人シグマチア武藤と秋山がやってきて、今の GHC ヘビー級のベルトを持っている清宮と太郎参戦があるのか、それから、そして、優勝決定戦がメインです。おそらくメインですね。ニュースを見ると、まだ、9月4日時点では、X となっておりまして、6人セミ、おそらくセミと思われる6人タッグは
まだわからないですね。果たしてノア外から来るのかどうか。そしてあの力王さんやってくるんですよね。開会宣言や、ジータス中継、まあ、あの日テレ系のえ放送チャンネルなんですが、そちらの解説も行うということで、果たしてまあ誰が来るのかとかで、しかも大阪で第一であるって本当に久しぶりなんじゃないかな。いや、私大阪なんで非常に楽しみにしてます。ワクワクな、ひょっとしたらあのこれ行くかもしれません。そしてですね、じゃあこのメインの優勝決定戦に誰が進出するか、まあというと、ここの得点状況があって、これが本日9月7日に後楽園で試合を行ったんですが、その直前の、状況でして、9月7日の甲子園の結果は勝っていません。入っていません。この9月7日の甲子園が、結果が出まして、あ、この日は A ブロックの公式戦のみ行ったんですけど、丸藤と杉浦が戦いまして、杉浦がフロントネックロックで勝っております。なので杉浦が6点ですね。ということは、あの塩崎は杉浦を止めるためには、勝たないといけない。あ、引き分けではあのダメです。勝つことが絶対条件となります。ということで、丸藤は一方脱落決定ですね。これで正木タミヤももあのいやアレックス・ハマーストーンもおそらく脱落するのではないかと思いますね。アレックス・ハマーストーンはまだ2連勝すればわずかに望みがありますが、杉浦に、負けていますからね。これだけでも、あ、杉浦に負けてるから、あ、望みはないのか。多分あの同じ得点の場合直接対決を勝者ってことになるんで、杉浦断然有利になりましたね。これで一方 B ブロックはあの今日試合行われなかったらこのままで大激戦でも、やっぱりまあ望月もいますけど、剣王なんじゃないかなと思うんですね。剣王はまあベルトノアのヘビー級のベルト、清宮が持ってるベルトに挑戦したいはずですから、やっぱり慶応が勝ち上がってくるんじゃないかなと思います。だから杉浦か塩崎の剣王じゃないかなと思います。生え抜き同士やるのかなっていうのを考えると、あれ塩崎ってノアに入ったんだったっけ。塩崎ってフリー参戦だよな、まだ。あ、入団してるんだ。じゃあ塩崎かもしれないですし、逆に望月の可能性もあるかもしれない。
で、9月9日に、9月9日は甲子園、後楽園だ。今日は横浜のラジアントホールという小さなホールでやったみたいですね。で、9月9日は後楽園は4試合一気にやって、これで、進出者が決まります。丸藤とアレックス・ハマーストーンは消化試合なので、残りの3試合ですね、望月もまだチャンスあるんで、谷口が望月止められるかどうか、中島と剣王、それからやっぱり杉浦と塩崎ですよね。まあ剣王はともかくとして、こちらの A ブロックの公式戦は正直わからない感じですね。塩崎が勝ち上がった方が面白い気はしますけど、杉浦なんじゃないかなと思います。杉浦と剣王かなという気はします。杉浦も今モチベーション高いですからね。で、やって剣王が勝つんじゃないかなと、私は思っております。ひとまず予想を、ひとまずこの決定していないところは想像ということで、この大会のを再現したいと思います。まずはですね、シングルマッチ、稲村対藤田ですよね。稲村すごい楽しみな存在です。稲村ってどんな選手かと言いますと、昨年デビューしたばっかりのまだルーキーなんですよね。岡田っていう同期がいるみたいです。おそらくタックルということなので、タックルと、あとこの要望から見ると、まあレスリングをベースにした選手だと思われます。先ほどテストプレイ、したんですけど、非常に総合格闘技的な動きというか、まあ、アマレスな動き、まあ、いわばノアの今の上の選手でいうと杉浦選手ですね、みたいなタイプの選手なんじゃないかなと、思います。では、会場にご招待しましょう。第一試合、藤田対稲村、見てみましょう。ゴツゴツアンソンやるかもしれないですね。で、テストプレイでは、結構驚くべき結果になってます。稲村勝ったわけじゃなく藤田勝ったんですけど、その勝ち方が結構びっくりな結果ですね。まあでも藤田の性格から言うと、まあわからんでもないかな。でも肉体が武器ですから、この決着はびっくりです
でした。あの決着はびっくりでしたね。そうなんですよ、この顔面締めも結構稲村の武器でして、お、コブラなんだ、コブラやるんだ。まあ、レスリングとおそらく、まあ、格闘技のようなバトルになるんじゃないかなと思います。あとこういう風な基本的な技も多用してましたね。テストプレイでは結構13分ぐらい試合できたんで、意外と検討したなっていう印象です。当日も本当に、まあ多分勝てないとは思うんですけど、いいとこ見て藤田をたじろかせたらすごく最高だと思いますね。同締めスリーパーです。サッカーボールキックからホールへ。このブレーンバスターもかなり鮮やかで、藤田がブレーンバスターやった、そう、肩固めもあるんですよね。そう、藤田がブレーンバスターやったとこを返したりというムーブもありました。さあ、スリーパー。やっぱり頑張ってますね。藤田もなんかハイジャックブリーカーからパワー高角度パワーボムとか危険な技使ってましたね。お、水車落とし。おっと、垂直落下。ここでは追撃いかないんですよね。まだ場外戦に慣れてないのかなというか、まあ、場外戦のムーブがまだ分からない部分があるんじゃないかなとは思います。
DDT。 おーっと、稲村勝った。パースラムか。このパースラムをすごい武器になります。いや、将来楽しみですよね。体も結構大きいはずなんで、ヘビー級のスタンディング肩固めかな、ヘビー級の本当にエースになってくれることを願っています。ノアってやっぱ体小さい選手ばっかりですからね。でスピードとかキックで売るっていうのが多かったですから。さあ、ここ正念場だぞ。お、パワーボムだ。投げっぱなし。デビューしてまだ1年なんですよね。豪快だな。昨年デビューしたばっかり。あー、このパワースラム本当に武器にしてほしいな。一発で決められるぐらい。あー、来た。これがハイジャックからの高角度パワーボム 2.9。 よく返しました。おーっと、隙をついてタックルに行った。さすがベテラン。おーっと、体を浴びせるパワーサッポー、サイドバスター。かなり盛り上がってますね。さあ、スタミナを削りにかかる。あ、決まった。脳天膝蹴り。まあ、4点ポジションの膝ですよね。いや、でもなかなか稲村検討したと思います。さあ、次が第2試合。IPWジュニアヘビー級選手権試合ですね。 IPW って何だろうって思うんですけど、 IPW というのはインターナショナルプロレスリングユナイテッドキングダム。ですね。こちらですね。イギリスのプロレス団体ですね、どうやら。
今年1月に、IPW ジュニアヘビー級王者決定戦というのが行われて、でここで決勝戦で、原大輔が初代王者になったという次第です。さあ、そして、大阪大会で原田と小峠のヘビー級合戦が行われ、大阪プロレス対決が行われますね。試合見ていきましょう。まずは桃色熱血戦、小峠敦。そして、IPW チャンピオンヤングマスター原田大輔です。おっと、これはすごい危険だ。原田。
戻ってきましたね。エルボーの打ち合い。おっと、赤間のホームに入っています。7番渡辺和成正攻法、さあ中段から4番の近藤から動きました。エルボー、あーハイアングル、ゴーフラッシャーみたいな感じですね今の。カウント 2.9 だ。おー早くも 2.9 の打ち合い、もうそうそう10分。さあ 2.9 合戦、赤間の方に入っていきます。さあ後ろ攻め取った2番車平原光太、スリーカウント、
ラウンドコブラですね。小峠の勝利となりました。さあ第3試合です。第3試合は、ジュニア主体のスペシャルタッグマッチ、6人タッグマッチですね。まず小川義成、鈴木小太郎、そしてですね、このクリス・イックリス・リッドウェイっていうのがすごく、リッジウェイかっていうのがすごく楽しみなんですよね。クリス・リッジウェイ、まあ年齢も93年生まれ、結構若いです。いろんな格闘技ですね、空手やキックボクシング、フリースタイルレスリングといった格闘技をバックボーンにしております。イギリスの選手ですね。継続参戦するとノアの、若手ジュニアが面白くなってくるんじゃないかなと思います。一度はベルト、ジュニアのベどっちでもいいからジュニアのベルト取ってほしいですね。 IPW でも JHC でもいいんで。それに対して、桜庭です。桜庭ノア上がるの初めてじゃないかな。あんまり見てないんで、間違ってたらすいません。気になるのはオープンフィンガーグローブつけるんですかね。ここはつけて戦うという前提で、いきたいと思います。リッチウェイ、鈴木、そして小川が入場です。桜庭と小川も楽しみですよね。双角の動きだけど小川
に対して小川がそのインサイドワークでどう対抗できるかっていうのも面白いところです。小太郎ももともとあのレスリング出身者なんで、あのレスリング出してくるかもしれないですね。ちょっと足気にしてますね小太郎。おお、連携技を見せますね。野沢ロンガイと。当然、ダーティーファイトで対抗してくるものと思われます。やっぱり、野沢ロンガイと大原はじめですからね。ただでは済まない予感はします。おっと、インディアンデスロックやるんだ大原。さあ野沢にタッチ。リッチウェイ、丸め込んだ。おー鮮やか。お逆エビ固めですね。
っとバックドロップ、そしてフロッグスプラッシュ、おっと、なんだろう、サイドバスター、叩きつけます。さあバックドロップ 2.9、後ろから叩きつける。おっと逆さ抑え込み。ドナス君入り乱れてきます。丸め込んだ。2.9。もうあちこちですごい動きが活発になっている。おっと飛びついて、ラーマヒストラル、スリーカウント、これでスペシャルマッチ終了です。次がですね、ジュニア戦ですね。GHC ジュニアヘビー級選手権チャンピオンの早田に陽平が挑みます。ドラゴンゲートになってるや。
早田は2006年レッスルゲートでデビューして、それから2010年から大阪プロレスに参戦して、2016年12月にノア初参戦ってなってますね。ゼロワンの天下一ジュニアトーナメント2018の準優勝者でもありますね。昨年は陽平とタッグを組んでグローバルジュニアタッグリーグに選手権で2連覇達成してますね。一方陽平はどうかというと、同世代なのかな。2017年1月にノア初参戦、グローバルジュニアヘビー級タッグリーグ戦で、陽平と組んで見事優勝。グローバル、昨年のグローバルジュニアリーグ戦の準優勝者ですね。優勝者は鈴木小太郎ということで、どうも昔は今は早田とたもと分かってるってことですよね。ラテルズっていうチームだったのがラテルズを脱退しちゃってるっていう状況ということになります。まあこの遺恨の残る2人の対戦ということになりますね。果たしてどういう対戦になるのでしょうか。見ていきましょう。サッカーボールキックだ。
おー2.9段。おっと、おお、そのまとび、飛び蹴りがすごい武器になってますね。これは空振り。2.9 の応酬です。ネックブリカドロップ、PS 剣でしごいていきます。またしごいていく。サイレントクラッチっていうんですね。さあ次の試合は スペシャル6人タッグマッチですね。
武藤、明山、清宮の6人がぶつかります。さあ対戦相手は誰になるんでしょうねということで、まずやっぱり丸藤は外せないんじゃないかなと思います。天ノアじゃないですね。丸藤は外せない。そしてですね、残りの2人、塩崎か、塩崎と中島と杉浦が考えられますね。でも中島じゃないかなと思います。で塩崎かなって思いますね。杉浦勝ち上がって剣王とやるんじゃないかなと。もしかしたら塩崎が勝ち上がるかもしれないって思ったんですけど、まあ塩崎は仮想を小走って考えれば、まあ秋山とのぶつかり合いも考えられますよね。ただノア3人じゃ面白くない、誰か来るんじゃないかってことで、武藤といえば小島じゃないかなと思うし、秋山ってなったら大森だと思うんですよね。これ塩崎だ、で中島をやっぱり清宮に対して燃やしているんで、あとですね、ライノが来るんですよね。ライノが来るってことはライノ125キロあって190センチ台なんで、当然戦う相手も結構ヘビー級の中で大柄の選手ってことで、となるとぴったり合いそうなのは塩崎なんじゃないかなと思うんです。要するに塩崎はということはこの意味では外れて、ここに、大森高を持っていきたいと思います。まあ大森と丸藤の
組み合わせが果たしていいのかどうかっていうのはありますし、大森はまあ秋山とは物語あるし、無当前日上がってたっけな。本当はですね、大森と小島両方あのアニマル浜口ジムってことで上げてお祭りだってことで丸藤だけ残してっていうのもあるかもしれないんですけど、あでもそうした方が面白いかもな。ただまあ3人ともノアで締められる可能性があります。あくまでまあ武藤と秋山がゲストだったんで、やっぱり外の選手2人としたんですが、ノアのそのリーグ戦の敗退者3人で締められるかもしれません。まあ最も武藤秋山呼んでその敗退者3人がまあいい選手ではあるんですけど、相手っていうのもどうなのかなと思うんですよね。なので期待の意味を込めて、自分なら、まあ、外選手に頼るという話になりますが、小島と大森をゲストレスラーとして持ってきました。これに、あの、敗退が決まっていて、かつ、まあ、花のある丸藤が組んで挑むということですね。まあ、タクワークちょっと、心配ではあるんですけど、なんとなく今丸藤調子悪いんで丸藤が負けるんじゃないかなと思います。まあ、お祭りの意味ではそうですよね。お祭りでなければ中島でも塩崎でも杉浦でも入れて清宮と遺恨を演出するんですけど、武藤秋山そっちの系それやるかなっていうのはあるんで、ここはゲストレスラーを呼んで派手にやりたいと思います。さあ武藤秋山、そして今のナノヘビー級 GHC ヘビー級王者清宮です。さあ一方丸藤、そして他団体から大森と小島が参戦です。はい、アームロック、サンドイッチラリアットです。
小島と武藤ですね。そういえば丸藤ももうすぐ40歳なんですよね。いや98年にデビューしたばっかりなのに、もうデビューがつい最近のように思うんですけど、気がつけばキャリア20年以上かつ40歳っていうのはびっくりですよね。そうです、こういう抱え込み式の逆エビを最近ここ数年の秋葉見せてきて、これがすごいいいんですよね。飛んだ、崩れ落ちてエルボー興味や。このエメラルドは三沢さんの色ですよね。レスリングをベースにしているので早くレスリングはの技が見たい。いいジャーマン。おースタナー、こじこじカッターか、惜しい。おっとアームブリーカーだ。さあ今度は秋山と大森です。さあ抱え込み式、でも杉谷はもうフロントネックロック対応するんで、フロントネックロック合戦が見たいっていうのもありますね。ヘッドロック、結構基本的な技、しかもレスリングっていうよりはプロレスの古典的な技を多用することが、ま、最近の秋山多くなった感じがします。さあ場外で入り組んでやってます。
今度は小島にタッチ、武藤と相手は小島だ。おーっとエメラルドフロージョみたいな感じですね。お、またカウント2。スタナーこちこち勝った。おっと大森が足関節か。おースタナー、その場ドロップキック。まもなく20分になろうとしています。おっと、さあラリアットが炸裂、剛腕決まりました。清宮を狙い撃ち。さあ、いよいよメインのトーナ、リーグ戦の決勝戦です。私はやっぱり杉浦と剣王なんじゃないかなと思います。まあ杉浦は代わりに塩崎もちょっとあるかもしれない。まあわずかながら剣王の代わりに望月かもしれないっていうぐらいで、まあ今日の杉浦丸藤戦の勝利で一気に決勝進出前進しましたんで、塩崎はもう勝つしかない。まあ、塩崎も頑張ってはいるんですけど、テーマ戦にちょっと欠ける部分はありますよね。杉浦、俺がノアだっていうような
ノアの体制だっていうのを言ってますからね。やっぱ戦いのテーマっていうのは杉浦の方があるんじゃないかなと。もちろん KO もずっと GHC のヘビー級取ってないですし、清宮に挑んで取りたいっていうモチベーションがあるんで、決勝戦はこれになるんじゃないかなと思いました。早速見ていきましょう。試合開始です。まずはノアの長年支えてきた杉浦隆の入場です。キリングマシーンって言ってますね。レスリングと空手だったかな、少林寺だったかな、こちらもバトルになります。優勝は剣王じゃないかなと思ってるんですけどね。リーグ戦までやって、まあ、次の挑戦者選ぶわけですから。おっと、さあここの資材は振り落とされました。しかしレフェリー市内片付けないんですね、このゲーム。おお、連打連打。おー、
フロントネックロックか、スタンディングのフロントネックロック。おー、蹴りが防ぎきれないですかね、この大輝は。さあ逆エビだ、杉浦は。おじさんの星になってますからね、杉浦も。気がつけばもう50近い、来年50か。デビューした年がなんせ30でしたからね。さあアキレス腱だ。おお、動きがスタントマンみたい、アクションの。おお、蹴った。逆に投げた。そしてアキレス腱固め、お返しです。浴びせ蹴りじゃない、稲妻レクラリアットみたいな感じですね。さあここは3カウント丸藤勝利、丸藤杯、杉浦勝利。この状態で言うと杉浦が清宮の挑戦権を得るってことになりますね。オリンピック予選スタームですね、レスリングの勝利となりました。というわけで今回
N1 ビクトリー2019、優勝決定戦が行われる大阪大会の展望ということで、ライブ配信を行ってみました。いかがだったでしょうか。現場に行って、楽しむかもしれませんので、行ければ楽しみにしたいと思います。はい、このファイアプロレスリングワールド、次回もまたテーマを決めて、やっていきたいと思います。まあ、リクエストがありましたらお聞きしますので、よろしければおっしゃっていただければ嬉しく思います。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ツイッターでですね、ライブのお知らせをしますので、よろしければツイッターフォローしていただければ嬉しく思います。アドレスは説明欄に記載しますので、よろしくお願いします。はい、ではですね、ファイアプロレスリングワールド9月16日に、エディオアリーナ第一で行われる大阪大会の、展望をお送りいたしました。1時間半余りの間ありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。